さて、これまでお届けしてきましたスーパーホースのお勉強編ですが、今回が最後の年となります。ついに最終回ですね。たくさんの方にご視聴いただいたのはもちろん、登場したスーパーホースの名付け親の方から動画で取り上げたことにお礼のコメントを何回かいただいたり、本当にありがたいシーズンでしたね。最後も頑張ってまいりましょう。よろしくどうぞ。最終回の2033年は7頭のスーパーホースが3歳となりました。では注目のスーパーホースをご紹介していきましょう。まずは国内から、今年の3冠を狙うアカデミーアワードです。成長型が遅めということもあり、2歳の時はこれといった勝ち鞍はありませんでしたが、今年はなかなか頑張ってくれそうな感じです。お次は牝馬3冠を狙うシュペルノバです。とても強いので問題なく達成してくれると思います。それからこちらのレオンカバジェロ、距離適正的にマイルのレースに出走させますが、勝ちまくってくれるでしょう。お次にこちらの日はまた昇る、ダートが得意なんですが、今年はアメリカのスーパーホースが弱そうなので、米国3冠を狙っていきたいと思います。欧州からはこちらのエグゼキューション、マイル3冠を狙っていきましょう。では今回も名馬列伝とともに1頭ご紹介しましょう。今回ご紹介するのは先ほども登場したシュペルノバです。昨年度版からの登場で、異名は光り輝く白い星とのことです。素敵な異名やね。馬名の意味はフランス語で超新星、シュペルノバという言葉の響きも中二っぽくってたまらんですね。ゆかりちゃん、昔からそういうの好きやもんね。大好きですね。それではレースをご覧いただきましょう。ダイジェストでご覧ください。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。 PK イズフォン先頭、2馬身ほどのリード、しかし後続の手応えもいい。残り 200m を通過して日はまた昇る、抜けた。2番手はインプレグネイブル、先頭は日はまた昇る、1着でゴールイン、2着はインプレグネイブル。4コーナーをカーブして、さあこれからです。レオンカバジェロ先頭、後続とは3馬身以上、さらに突き放します。エルドーン必死に追います。この差は果たして縮まるか。残り 200m、 後続を完全に引き離した。2番手はプリンストレル、とてつもない強さ、完璧です。圧倒的な強さを見せました。2着はペルドーン。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。スイスターンズ先頭、外から勢いよくエグゼキューション、先頭変わってエグゼキューション、リードは3馬身以上、その差が広がります。あと 200m、 後続はまだ後ろ。2番手はシェルクルーズ、エグゼキューション、この馬で決まりか。完璧です。圧倒的な強さを見せました。2着はブラーナバド、3着にシェルクルーズ、エグゼキューション、見事な勝利。そしてヨーロッパ牡馬マイル3冠を達成しました。まさに歴史的名馬の誕生です。さあ決着をつける時が来た。スペルノバ先頭、残り 200m、 後続はまだ後ろ。スペルノバ先頭です。このまま押し切るか。2番手はエアバロリス、完璧です。圧倒的な強さを見せました。2着はエアバロリス、3着にツイストマンマ、スペルノバ、ついに牝馬3冠達成です。競馬史に残る名牝の誕生です。さあ決着をつける時だ。ケンマスナック先頭、外からアカデミーアワード先頭、ケンママジョリティ、2番手手応えはどうか。あと 200m、 これは強い。2番手はケンママジョリティ、アカデミーアワード、この馬で決まりか。アカデミーアワード今ゴールイン、段違いの強さです。2着はケンママジョリティ、3着にテンマグリック、アカデミーアワード3冠達成。見事クラシックロードを先頭で駆け抜けました。間違いなく競馬史に残る偉業です。最後もしっかりといろんな3冠を達成してくれたね。それではおさらいしておきましょう。まずは欧州のエグゼキューションです。無敗で欧州牡馬マイル3冠を達成しました。欧州のレースで無敗って今までいなかったよね。米国3冠を狙った日はまた昇るは残念ながら達成できませんでしたが、ケンタッキーダービーやプリークネスステークスを勝つ活躍でした。国内のレオンカバチェロもマイルのレースを勝ちまくってくれてます。牝馬3冠を狙ったシュペルノバは見事に無敗で達成し、アカデミーアワードも3冠を達成することができました。みんな最終回にふさわしい活躍ぶりやったね。それではずんこさん、シーズン最終回恒例の総括をお願いします。今回はスーパーホースのお勉強という企画やったけど、さすがはスーパーホースというだけあって毎年何かしらの3冠が達成できたよね。それに虹や金のお守りのスーパーホースはもちろん、銀のお守りのスーパーホースも
3冠達成する強いお馬ちゃんとかもいたし、いろいろとお勉強になったと思います。それに何より今回も本当に楽しかったです。ありがとうございます。さて、次回のウイポの動画ですが、3ヶ月後には2022年度版が発売されますし、あまり難しい企画を始めちゃうと、来年度版が発売されるまでに企画が終わらない可能性もあると思うので、今後は単発的な動画を投稿していこうと思います。ぜひまたご視聴ください。では、今回はここまでです。それじゃあ、またねー。